2日ほど前ですかね、維新の会が発表した、彼ら独自の世論調査においてですね、衆議院東京15区補選、1位がですね、今のところ1位は、この立憲民主党が、立ててるね、酒井夏実さんという女性、この人、去年のくらいね、この江東区の区長選にも出て、及ばなかった人ですけれども、で、この人をですね、共産党も支援するという状況になっていますね。だから維新の数日前の世論調査では、今のところね、この酒井夏実さん、立憲民主党の方ね、が1位と。で、2位がですね、日本維新の会、公認の金沢由衣さんっていう33歳のね、まだ若い女性、元江崎グリコに勤めておられた方ですけどね。で、3位がですね、飯山あかりさん、日本保守党と。これはですね、飯山なんて、宝松候補だと言ってた、あるいはそうね、片付けたかった、評論家連中、政界のね、しょうもない連中にとっては、ショッキングな発表でしょうね。いや、日本保守党がやった、調査とか言うんじゃなくてね、維新が行った調査で、飯山あかりさんが3位につけてると。で、飯山さんの場合ね、これ本格的な、選挙運動とまだ言っちゃいけない段階ですけれども、この、名前認知してもらうようなね、その辻立ちの行動を始められてから1ヶ月ぐらいしか経ってない。一方、維新の金沢由衣さんなんかはね、もう5年ぐらい毎日のように辻立ちをしておられると。で、その立憲のね、酒井夏実さんという女性の方も、区長選に出たり、あるいはその前にね、区議をやっていたりとか、かなり、浸透工作を続けてきておられる方々ですよね。そういう人たちに、ほとんど誤してね、飯山さんがどんどん乗せてきてると。これはですね、当選が視野に入ってきたと言っても全然過言じゃないでしょうね。で、何よりもね、政策に関しては、日本保守党の飯山さんが圧倒的に優れていますから、まともなね、大人が、じっくり話を聞けば、この飯山さん以外、ないじゃないかということになると思いますけれども、ところでね、あえても批判するまではないんですけれども、しょうもないね、レベルの低い政治評論家みたいなのが、日本にもね、たくさんいますよ。あるいは、マスコミのね、軽薄な論説委員とかね。で、そういう連中が、この小池百合子都知事がですね、都民ファーストの会の、国政を目指すね、ファーストの会という、政党というかね、政治団体作りましたけど、そのファーストの会からですね、乙武さんを出すと、生まれつき四肢に障害を持っておられる中でね、非常に頑張ってる方ですけれども、ただ、政策的政治姿勢についてはね、もう全く評価できない。私はファッション左翼と呼んでますけれどもね。ところがですね、もう露心妖怪状態に陥っている自民党がですね、この小池百合子氏に迎合したいと。迎合してですね、東京から衆議院に立候補するような自民党議員たちをあんまりいじめないでねというね、小池すり寄りのために乙武氏を推薦するという話が出ましたね。で、茂木幹事長、私はマネーロンダリング茂木と呼んでますけれども、見識ゼロの男ですけれどもね。で、それが、いよいよ、見識、ゼロどころかマイナスだというのを示してね。当初は、乙武さん、ちょっと、政策的にどうなのと言っとったらしいですけれども、その、自分のね、正しい会議の念を、
どうでもいいと打っちゃったみたいでね、途中から乙武さんを推薦する方向で検討しますっていうようなことをね、言ってましたね。で、その行った時に、後ろに、小渕優子、選対委員長も立ってた。まあ、この人もね、ちょっと、それおかしいですよ、幹事長と。言うべきなのにね、ぼやっと立てましたね。まあ、要するにですね、今ね、岸田自民党総裁もまあ問題ですけれども、その事実上ね、普段党を預かる幹事長の茂木氏、これがね、どんどん自民党の中を混乱、させたい。というよりも、まあ、最大派閥の安倍派あたりをこう崩してですね、で、自分が漁夫の利を得て、総理総裁になりたいというね、非常にこう、みみっち野心だけで生きてるような男です。茂木氏っていうのはね。まあ、当然首相にしてはならない。そんな器じゃないんですけれども。まあ、その茂木氏が、ふらふらしとるっていうこともあってね。で、自民党。まあ、結局ですね、今日までのところ、乙武氏を推薦して、この小池さんにするよりたいと言っとったのが、どうもその乙武氏の方からですね、推薦してくれっていう話も来ないと言うんで、宙ぶらりになっちゃってですね、結局自民党は乙武推薦をやめるんじゃないかというようなね、状況。でね、いわゆる告示、選挙戦が本格的に始まるのはね、16日ですよね。もうあとね、4、5日しかない。その段階で、与党第一党の自民党がですね、この極めて重要な東京15区の補選、一体どう対応するのか決められないと。私はこれだけでもね、幹事長は辞任すべきだと思いますよ。幹事長のね、資格なしですよね。なんでこんな人物をね、自民党の議員たちを未だに幹事長に担いでるのか。そしてマネーロンダリング、茂木と私が呼んでるのはね、この法の抜け穴を最大限利用して、政治資金をですね、自分の政治資金団体、つまり、しっかりこう、使い道を報告しないといけない義務をね、政治、資金団体から、茂木後援会という名前のね、団体に移し替えて、5年間で4億円以上とか言われてますよね。さらに遡ればもっと巨額のお金でしょう。そのね、金を後援会。で、後援会の方はですね、法律上、細かくね、使途、何に使ったか報告しなくていいと。まさに法の抜け穴。これを最大限使ったのが茂木氏。だからね、私はマネーロンダリングを茂木と呼んでるんですけれども。でね、まあ、評論、まあ、茂木氏どうしようもない人ですけれども、で、いい加減なね、政治評論家たちが、まあ、小池さんがね、ちょっと話戻すと、小池百合子都知事が、乙武さんを立てるという意向を示した。その、途端にね、これ自民党、公明党、国民民主党も、乙武氏を推薦するという方向になったと。もう、乙武、当選で決まったと。飯山あかりとかね、何を言ってたって、もう、追いつかない。話にならないと。やめた方がいいよと。いうようなことを言ってましたよね。ところが、現在見るように、自民党もね、公明党も、国民民主党もね、乙武氏との関係どうするか、もう未だに決められない。という状況になってですね、にわかに、そしてそういう中でね、共産党が、自前の候補を下ろして、まあ、いかにも共産党らしいですね。いろいろ政治計算から自分たちが公認すると言ってた、また若い候補者ですけど、兵理のごとく捨ててね、立憲民主党に売るために、立民の公認候補、酒井夏実さんに乗りますと、応援しますと。だから共産党が立民候補を応援するっていうことになった。となるとね、五流の政治評論家たちはね、あ、これで酒井夏実さんに決まったと。立民に共産も乗った。で、他の候補者に関してはもうバラバラ状態だと。これも立民で決まったとか言ってましたよね。
でね、私あの昨日ね SNS 発信もしたんですけど、こんなものをね政治評論と言えるんですか。つまりね、乙武氏を都民ファースト、まあ、ファーストの会を立てると位置ですよね。で、自民党が乗る、公明党が乗る、国民民主党も乗ると、まあ、当初そんなふうに言われたと。となると 1+3 で4だと。他の候補は1だと。あ、4が勝つに決まってるじゃんというようなね発想。ところがそれがあるこの4が崩れたとなるとね、今度は立憲の酒井さんに共産党が乗った。あ、2だと。他の候補は1だと。2の方が1より大きいと。あ、これで酒井さんに決まったと。まあ、要するにね、1+3=4。これ1より大きいですねと。1+1=2。これ1より大きいでしょうと。そういうね、まあ、小学生の、まあ、1年レベルっていうかね、もう幼稚園レベルですよね。あるいはまあ、あの、3、4歳児でもそのぐらいの計算できたりするんでね。だから、3、4歳児の算数のレベルの話をね、政治評論として、こう言っとるわけですよ。恥ずかしくないんですかね。で、そこのこともね、あの、乙武氏に自民、公明、国民、民主が乗るから、これで決まったと言ってた人たち、この発言、どう責任取るんですか。これきっちりね、あの、法務にされずに説明してもらわないといけませんね。あの、自民党、公明党、国民、民主、あ、少なくともね、自民党、公明党はもう乗らないでしょ。これ全く予測できなかったとしたらね、それだけで評論家失格ですよね。で、私だってね、いや、自民党の中はこれ結構ね、あの、揉めてると。もうさすがにね、乙武氏は、憲法9条改正反対とかね、言ってる人ですから、嘘でもね、憲法9条改正を掲げてるね、自民党が、これ政策的に言ってね、いくら小池さんにすり寄りたいからといって、これは単純に推薦できないでしょ。例えば、あの、東京都連のね、自民党の東京都連の会長、萩生田氏、安倍、元総理の、まあ、一の側近というかね、安倍さんが後継者と見込んでた人ですよ。その萩生田氏がね、東京都連の会長として、憲法改正反対と言ってるね、まあ、安倍さんが、これはやっぱり政治家として成し遂げないといけないと言いながらですね、まあ、志半ばに倒れてしまった。その安倍さんが抱えていた重要テーマである憲法改正に関してね、全く真逆のことを言ってるような候補者を、萩生田さん、応援できるはずないでしょ。安倍さんに対しては完全な裏切りになりますよね。で、私はね、あの、まあ、萩生田さんを批判する人たくさんいますけれども、彼がね、そこまで落ちたとは、現時点でも思ってない、思いたくない。だからね、初めから、いや、これ自民党がね、乙武氏応援と、俺は簡単にはいかないだろうと、無理じゃないかと思ってました。で、そういうこと言ってましたけどね。だってこの程度のこともね、あの、考えずにね、あ、乙武に自民党乗る、公明党乗ると。こんなこと言った連中はね、すべて政治評論家の看板を下ろさないといけませんね。さて、あの、ということでね、まあ、まだ、選挙までね、4月28日ですから、まだ16、7日あるんですよね。これ全くわからないですよね。飯山さん、もうついという状況だと、私は思ってます。さて、あの、ちょっと岸田訪米にね、あの、話題を移したいんですけれども、あの、岸田さんのね、あの、議会演説にしても、あるいは晩餐会でのスピーチにしてもね、あの、記者会見での発言にしても、まあもちろんですね、あの、外務官僚を中心に、こう、入念に練り上げてね、作ったもんです。で、相場的にですね、まあ、ボロが出ないように、作られてる。でね、あの、まあだからですね、あの、まあ、ぼやって聞いてる限りはですね、まあそれなりに、普通のことをね、言ってるなという感じなんですが、ただね、まずね、議会演説を取り上げますけれども、私は2つの点でね、非常に大きな問題があると思いますね。で、1つはね、まあ、岸田さんがね、あの、強調してましたけれども、アメリカは1人じゃないよと、日本がついてると、同盟国としてね、
日本はやるべきことをやると。このね、で、最後、この演説の最後近くにね、日本は米国と共にあると。最も近い同盟国として、日本がですね、その役割をどれだけ真剣に果たそうとしているか、分かっていただきたいと。こうね、岸田さん、見栄を切ってました。ところがね、じゃあ実態どうなのと。まあ、一番重要な問題はね、やはり台湾に対する中国共産党政権の侵略を防ぐために抑止力を高めるということですよね。でね、まあ、岸田さんもね、台湾海峡の平和と安定が大事だということはもちろん演説でも言ってましたよね。ところがね、それをね、裏付ける具体的な措置をどれだけ取れてるのか。で、アメリカはね、取ってきてるんですよ。まずね、2018年に台湾旅行法、台湾トラベルアクトというものを通した。で、これはね、意識的にですね、ぼやっとした名前にしてるんですけれども、中身のポイント、一番のポイントはね、アメリカと台湾の軍人同士の公式交流、これを進めると。その中国共産党政権は、わーわー言ってくるだろうけれども、そこをね、お互いに行き来して、制服組同士のですね、この意見交換、協議、進めていくと。これを法的にきちんと決めた。ここはね、台湾旅行法の最大ポイント。だからですね、中国共産党がこんな法律をね、成立させたら、米中関係はレッドラインを超えるぞと。つまり最後の一線を超えるぞというような形でね、盛んに牽制しましたね。成立させないために。だけど、そう言われると逆にね、ここでビビったら、アメリカの議員は、使う男、使う女ばっかりだと思われると。まあ、その辺はね、アメリカの議員、まあ、最低限の矜持があったと言えるでしょうけれども、上院下院ともね、中国がプレッシャーかけて、来れば来るほどね、何言ってんだという感じで、結局ね、全会一致で通してるんですよね。上院も下院も、全会一致で、この軍人同士の米台の交流を進めるというね、台湾旅行法。通しました。2018年。そしてトランプ大統領が署名してね、成立してる。でね、2022年。まあ、今から2年ほど前ですよね。2022年にね、台湾抵抗力強化法。日本語に訳すとね。これがですね、通りました。まあ、正確に言うと1年半ぐらい前ですけれどもね。で、この台湾抵抗力強化法というのは、まさにね、アメリカと台湾の合同軍事演習、これをですね、進めていくということも盛り込んであります。つまりアメリカはね、まず、アメリカ、台湾両国の軍人同士の交流を公に認めて進めるというね、第一段階の法律を通した。その上でね、合同軍事演習、をもやっていくと。これもね、法律の形で通してるんです。だからまさにね、準備ができてきてるわけね。でね、やはり、トランプのね、トランプだ、まあ、来年また大統領になる可能性強いですけど、で、私、トランプ氏のブレーン集団、親しい人が何人かいてね、聞いてますけれども、で、彼らがね、目玉として考えてるのが、中国がもしね、台湾を非常に圧迫する挑発的な、軍事演習みたいなものを繰り返すというような状況になった場合には、日米台湾3カ国による合同軍事演習を対抗措置としてやって、それで中国に対して抑止力を効かせるべきだと、こういうね主張を打ち出します。でね、トランプ氏の場合もね、情勢が緊張してきたと、中国側がダメた真似をしてきてると、軍事的な面でもね。となったら、これはね、日米対合同軍事演習、やれと。対は台湾ですね。命じる可能性ありますよね。で、その時に日本がですね、あ、いやいや、ちょっと日本はね、台湾の軍人と自衛隊員のね、お互いの協議すら、表だった協議すら、まだできない、法律上できない状態なんです。なんてこと言ったらトランプ氏がね、ふざけんなと。じゃあ、日米安保を破棄だと。日本は自分で自分を守れと。というような話になりかねない。で、だからね、
岸田さんがアメリカは一人じゃないですよと。日本がついてますと。同盟国としてね。いかにその役割を真剣に考えてるか分かってほしい。分かってほしいっていうんだったら、日本版のね、台湾旅行法、日本版の台湾抵抗力強化法等を、首相自らがね、主導する形で作らないといけないですよね。で、これ台湾の方はね、与党民進党の議員なんかを中心にね、日本の側のカウンターパートである日華懇、日華、議員懇談会、これ古谷圭司議員が会長ですけど、この日華懇に対してね、早く日本版の台湾旅行法をまず作ってくれと、議員立法でね、こういう要請を出してきてるんですよね、数年前から。ところが日本側がね、国会も政府も全く動かないと。こういう状態を放置しておいて、なんで岸田さんね、アメリカの議会で、アメリカ一人じゃないですよと。日本は同盟国として、肩を並べてやりますよと言えるのか。だから議会演説で見栄を切った以上ね、まず、台湾旅行法的なものを、早急に作らないといけませんね。それで もう一点ね、岸田演説で非常に問題だったと思うのはね、拉致問題ですよ。北朝鮮による拉致問題。これね、岸田演説ではね、外務省が発表した、日本語のね、テキストから引用しますけど、北朝鮮による拉致問題は引き続き重大な問題ですと。これだけですよ。これだけ。でね、具体的に私はね、岸田さんが言うべきだったと思うのは、アメリカにもね、拉致被害者いるんですよね。デビッド・スネドンさん。この方2004年のね、8月に中国の雲南省、一番南の方ね、そこをね、トレッキング中に失踪した。で、いろんな情報に照らすとね、彼、デビッド・スネドンさんというと、朝鮮、韓国語ができるんですよね。モルモン教徒でね、要するに韓国に行ってですね、モルモン教徒の若者というのは海外に派遣されてね、そこで布教するというのが一つ修行の一環になってるんでね、日本にもモルモン教徒の方、多数若い人来ますよね。ケント・ギルバートさんなんていうね、弁護士の方、もその例ですけれどもね。で、このデビッド・センダーさんという人は韓国に行ってね、布教活動、まだ若い身でね。で、だから韓国語できるんですよ。ということもあってね、このデビッド・スネドンという男は、北朝鮮から逃げてきたね、いわゆる脱北者。で、脱北者の人たちもね、もう長い道のりをこういろんな助けでね、こう、雲南省みたいな一番南の方に来て、そこからね、ミャンマーとかね、タイとか、東南アジアの国に逃げるっていうのがね、一つのパターンなんですよね。北の方からね、それは大連あたりから、韓国に行くっていうのが近いですよ。でも大連なんてこう監視が厳しいしね。かつ韓国も左翼政権だったりすると、脱北者を受け入れないっていうようなね、態度を取る。だから、南の方までね、いろいろクリスチャンの人たちとかのね、助けを借りて、下がっていってね。で、雲南省あたりから東南アジアにという、よくパターンあるんですよね。だから、雲南省とね、ミャンマーあたりの国境地帯には、北朝鮮の、工作員が派遣されてね。で、脱北者がもしいたら捕まえる。で、北朝鮮に連れて帰る。あるいは脱北者を助けてる人がいたらね、それも捕まえたり、いろいろ嫌がらせすると。で、このデビッド・スネダーさんっていう人は、韓国語ができるんでね、朝鮮語できる。だから、この男ね、しかも雲南省にいる、東南アジアに近いね、脱北者を手助け、逃げるのを手助けしてる男なんじゃないのかと、疑われたみたいでね。で、まず中国当局が拘束した、ようです。いろんな情報に照らし合わせるとね。ところが中国がね、アメリカ人でもあるしね、アメリカとの関係、微妙ですから、釈放した。ところがね、中国の釈放に当たった当局者の一人、誰かがね、北朝鮮から金もらおうと思ってね、北朝鮮の工作員に教えたみたいですね。何月何日、どこで、このアメリカの青年をね、
解放することにしたと。お前らそこに貼ってたらね、これ拘束できるぞと。でね、北朝鮮側は、その脱北者をどうも支援してるやつみたいだと。同時にね、拉致して北朝鮮に連れて帰れば、英語の教師としても使えるというような感じでね、拉致した可能性が極めて高いんですよね。で、これに関してね、まあ、私なんかも一応、裏で働きかけたりもしたんですけどね、アメリカ議会に。2016年にアメリカの下院で、このスネドンさんというのは北に拉致された可能性が強いと。だから、拉致問題に詳しい日本とも協力してね、真相解明をアメリカ政府はすべきだっていう決議をね、通してるんです。2016年に下院がね。で、その2年後、2018年には上院の方でもね、同じようなデビッド・スネドンの失踪に関する、真相解明決議で北朝鮮による拉致という可能性、これを念頭においてね、日本と協力して、しっかり解明しろと、政府はね、まあ、こういう決議案を通してるんですよね。だからね、私はね、岸田さんが演説するときに、この議会での演説ですから、だからアメリカの議会がね、その決議通してるんですよ。デビッド・スネドン決議。それを引用してね、アメリカにも被害者いますね。デビッド・スネドンさん。そして、まさに皆さん、アメリカのね、議員の方たちが通した決議案で、日本と協力して、真相解明、救出に当たれと、こういうことになってますよね。だから私はそのね、皆さんの議員の方々の意思を、受けてね、頑張りますと。日米で拉致問題解決にね、大いにこの前進していきましょうと。そういうことをね、私言ってほしかったですよね。ところが全くね、そのスネドンしたことを触れなかった。そしてね、安倍さん、安倍、まあ、亡くなりました。安倍さんがですね、9年前に、やはり議会演説してます。その時はね、安倍さんの演説ってのは2015年の4月なんですよ。したがってね、デビッド・スネドン決議というのはアメリカ議会でできたのはその翌年、2016年にまず下院、2018年に上院。で、安倍さんが演説した時にはね、まだアメリカの議会がデビッド・スネドン氏の失踪を北朝鮮の拉致という角度から問題にする決議とかしてなかった。だからね、そういう状況下で安倍さんがですね、このデビッド・スネドンさんに触れなかったっていうのは、まあ、これはやむを得ない。だけどね、今や、アメリカ議会が決議してるんですからね。岸田さん、なんで触れなかったのか。これやっぱりね、原稿を書いたね、外務官僚なんかの、ちょっとね、責任を問いたいしね。そういう意識で果たしてね、日朝首脳会、会談、うまくできるのかと。またこれ一つ懸念材料が生まれたと言わざるを得ませんね。で、まあ、時間もだいぶなくなってきたんですが、あと、岸田さんのね、晩餐会でのスピーチ。これは、いろんなメディアの報道ではね、岸田さんが、ジョークを連発して、そして、大いに受けてたとか書いてますけれども。で、私もね、現物の動画見ましたけれどもね、まあ、もう明らかにね、原稿を読んでるなっていう感じでね、まあ、棒読み風、棒読みだけど、まあ、だいぶ練習されたようでね、発音とかリズムとかはね、まあ、悪くはない。さほど悪くはない。まあ、岸田さんはね、親父さんが通産官僚でね、アメリカに滞在した時期かな、小学校低学年の時ね、岸田さんニューヨークで過ごしてるんですよね。まあ、そういうこともあってね、英語の発音なんかは、まあ、政治家の標準から見たらそんな悪くない。まあ、ただね、まあ、スタッフが書いたジョーク、これは普通でしたね。普通のレベル。また、まあ、大して面白くない。あとね、ちょっと広島ということに触れすぎですね。誰かの名前出すたびにね、この俳優も広島出身なんですとかね。これ日本国の首相としてね、アメリカ行ってるんだから、自分の選挙区のね、広島に何回も触れるっていうのね。まあ、岸田さん以前ね、東南アジアだったかな。で、喋った時にね、私は宏池会の所属でと。は？首相がですね、首相が自分は宏池会という派閥の所属なんだなんてことをね、なんで強調するんだと、いくらどんだけ愛してるのか知らないけどね、問題になりましたけど、宏池会解散したんでね、
代わりにやたらに広島に触れたのかもしれないけれども、それはちょっと問題ですよね。